こんにちは。皆さん、今日は地球上で最も危険な毒を持つ動物ベスト10について解説します。美しい外見を持つ生物や一見無害に見える生物が実は恐ろしい毒を持っていることがあります。このランキングは動物たちの毒性、そしてその毒がどれほど致命的であるかに基づいています。それでは早速ランキングを見ていきましょう。10位、サシハリアリ。まずは10位、サシハリアリです。サシハリアリはアマゾン熱帯雨林に生息する大型のアリで、主にブラジル、ペルー、ボリビアなどの南米地域に広く分布しています。このアリは長さ 2.5 センチメートルほどで、アリの中でも非常に大きく、その名の通り強力な毒針を持っています。毒針は腹部の末端にあり、敵に刺すことで毒を注入します。この毒はペプチドと呼ばれる複数のタンパク質から成り立っており、非常に強力な神経毒です。このアリに刺されると、瞬時に激しい痛みが走ります。この痛みは弾丸に打たれたようなショックに例えられ、弾丸アリとも呼ばれています。昆虫学者のジャスティン・シュミットは、自身の体で昆虫に刺される痛みを評価するシュミット痛み指数を開発し、刺しハリアリの刺し傷を最高の痛みレベル4プラスと評価しました。彼はこの痛みを燃えるような、激しい、波のような痛み、と表現しています。痛みは12時間以上続くこともあり、時には数日間にわたって痛みが続くこともあります。日常生活に大きな支障をきたしますが、死亡例はほとんどありません。9位、内陸タイパン。次に9位、内陸タイパンです。内陸タイパンは、オーストラリアの乾燥地帯に生息する毒蛇で、世界で最も強力な毒を持つ蛇の一つとして知られています。その全長は 3.4 メートルほどもあります。インランドタイパンとも呼ばれ、その名の通りない陸部に多く見られます。内陸タイパンは非常に速く動き、攻撃的な性質を持つわけではありませんが、脅威を感じると強力な毒を持つ牙で噛みつくことがあります。内陸タイパンの最大の特徴は、その極めて強力な毒です。陸上に住むヘビの中では、世界で最も強力な毒を持つと言われています。この毒は神経毒、筋肉毒、出血毒の複合体であり、非常に迅速かつ致命的に作用します。内陸タイパンの毒には強力な神経毒が含まれており、神経伝達を阻害します。これにより、噛まれた人は呼吸困難や麻痺などの症状に襲われます。その毒性の強さは、青酸カリの400倍とも言われています。毒の強さは、キングコブラの約50倍、ニホンマムシの約800倍にも達し、一度に成人男性100人を殺せるとも言われています。噛まれた場合、成人でも45分ほどで死亡する可能性がありますが、適切な治療を受ければ、命を救うことができます。内陸タイパンは生息数が少なく、人家の近くに現れることはほぼないため、人間と接触する機会が少ないのが幸いです。8位、アンボイナガイ。8位にランクインしたのは、アンボイナガイです。アンボイナガイは、インド太平洋地域に生息する巻貝の一種で、美しい模様と毒性で知られています。彼らは主にサンゴ礁や岩礁地帯に生息し、小魚や他の軟体動物を捕食します。アンボイナガイはその外見の美しさから、観賞用としても人気がありますが、その毒性は非常に高く、危険な生物としても知られています。アンボイナガイの毒は、このトキシンと呼ばれる、一連の毒素を含んでいます。その毒は青酸カリの830倍の毒性を持ちます。小魚は数秒、人間は数時間で命を落とすほどの危険な毒です。刺された際の痛みは小さいですが、20分ほどで、喉の渇き、めまい、歩行困難、血圧低下、呼吸困難、等の症状が現れ、重篤な場合は、数時間で死に至ります。7位、カリフォルニアイモリ。7位のカリフォルニアイモリは、北アメリカの湿潤地域に生息するイモリです。淡水の池や小川、湿った森林地帯などに生息し、湿気の多い環境を好みます。カリフォルニアイモリは、一般的に全長約15センチメートル程度で、茶色の背面と明るいオレンジ色の腹部を持つことが特徴です。カリフォルニアイモリは、体全体が滑らかで湿った皮膚を持ち、見た目は非常に無害に見えます。しかし、彼らの皮膚、筋肉、血液には強力な毒が含まれています。この毒は、テトロドトキシンと呼ばれる神経毒です。その毒性は青酸カリの1000倍にも達します。カリフォルニアイモリは、通常おとなしい生物ですが、身を守るために毒を使います。誤って触れたり、口に入れたりすると、中毒症状を引き起こし、迅速な治療が必要です。6位、カバキコマチグモ。6位のカバキコマチグモは、日本を含む東アジア地域に生息するクモです。比較的小さく、体長は1センチ程度で黄色い体をしています。カバキコマチグモは、日本における、
クモによる被害の大半を占める毒グモです。その毒液には獲物を麻痺させるための神経毒以外に、カテコールアミン、セロトニンを含み、これが激しい痛みの原因となります。毒の強さ自体は非常に強力なのですが、人体に注入される量が少ないため、日本では死亡例はありません。5位、ヒョウモンダコ。5位に登場するのはヒョウモンダコです。日本からオーストラリアにかけての浅い海域に生息し、体全体に青いリング状の模様があることが特徴です。体長は10センチほどの小型のタコです。しかし、その唾液にはテトロドトキシンという非常に強力な神経毒を含んでいます。この毒は神経系に作用し、呼吸困難や麻痺を引き起こし、場合によっては死亡することもあります。また、唾液だけでなく筋肉や体表にも毒が含まれており、食べたり素手で触れたりすると危険です。4位、猛毒ヒアガエル。4位の猛毒ヒアガエルは、コロンビアの太平洋岸の熱帯雨林に生息する小さなカエルです。体色は鮮やかな黄色、オレンジなどで、その美しさは観賞用としても人気があります。体長は約4から5センチメートルと比較的小型です。猛毒ヒアガエルの皮膚は、マトラコトキシンと呼ばれる非常に強力なアルカロイド毒を含んでいます。その毒性は非常に強力で、青酸カリの2000倍の毒性を持つと言われています。バトラコトキシンはごく微量で、致死量に達するため、非常に危険です。一匹のカエルで、10人の成人男性を死亡させることができるほどの毒性があります。現地の先住民は、猛毒ヒアガエルの毒を吹き矢の矢先に塗り、狩猟に利用していました。このことが吹き矢ガエルの名前の由来になっています。3位、イルカンジクラゲ。3位のイルカンジクラゲは、オーストラリア近海に生息する小型のクラゲです。成長しても1センチ程度の大きさですが、その毒性は非常に高いです。その小ささゆえに、ダイバーや海水浴客が気づかずに刺されることが多いです。イルカンジクラゲの触手には刺胞があり、そこから毒を注入します。その毒性は、コブラの100倍、タランチュラの1000倍程度と言われています。刺されるとイルカンジ症候群と呼ばれる一連の症状が現れ、頭痛、吐き気、高血圧、排水腫、不整脈などが引き起こされます。適切な処置を受けなければ、命を落とすこともあります。2位、オーストラリアウンバチクラゲ。続いて2位にもクラゲがランクインしました。オーストラリアウンバチクラゲは、オーストラリアに生息するクラゲです。特に河口やマングローブの周辺で頻繁に見られます。オーストラリアウンバチクラゲは、箱型の傘を持つクラゲです。傘の大きさは約30センチメートルほどに達し、半透明な体色をしています。地球上で最も強い毒性を持つクラゲとして知られ、触手に触れた小魚や甲殻類を瞬時に殺して捕食します。オーストラリアウンバチクラゲの毒は非常に強力で、多くの異なるタンパク質や酵素を含んでいます。この毒は、神経毒、心臓毒、溶血毒の複合体であり、人間に対して即座に重篤な影響を与えます。その毒性は青酸カリの1万倍に達します。刺されると耐え難いほどの激痛を感じ、視力低下、呼吸困難、心停止等の症状が現れ、10分ほどで死に至ります。そのため、殺人クラゲとも呼ばれています。海水浴客が被害に遭うことが多いため、オーストラリアでは、クラゲネットの設置や対処法の周知などの対策が進められています。1位、マウイオスナギンチャク。ハエある1位は、マウイオスナギンチャクです。ハワイのマウイ島周辺に生息する砂銀着で、カラフルな見た目こそ美しく見えますが、地球上で最も危険な毒を持つ生物とされています。特にサンゴ礁や岩礁、砂地に多く見られ、浅瀬から深場まで幅広い環境で見つかります。彼らは通常、岩の隙間や砂の中に潜んでおり、外敵から身を守りながら餌を捕食します。彼らの毒、パリトキシンは、青酸カリの10万倍の毒性を持ちます。触れるだけで致命的な影響を及ぼします。以上、地球上で最も危険な毒を持つ動物ベスト10をご紹介しました。これらの動物は、驚異的な毒性を持つ一方で、外見や興味深い生態を持つ生物でもあります。しかし、彼らの持つ毒の危険性を理解し、適切な距離を保つことが重要です。このランキングを通じて、自然界の脅威と恐ろしさを感じ取っていただけたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまた、興味深い動物の世界について探求していきますので、ぜひチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。